を救うって意味での可能性？おそらくだけど。確かにそう考えることもできるわね。ただ私たちから力がなくなったってことは、いよいよお役御免ってわけよね。そうだな。もう戦う必要はないということだしな。さっきまでピンピンしていたキューブからももう力を感じないわね。みんな元の世界に戻ってったんだね。じゃあ私たちも元の世界に帰る時だね。では皆さん、一旦エモに戻りましょう。そこから元の世界にお送りさせていただきます。オッケー。じゃあみんな、エモに凱旋だ。クラウドも久しぶりだね。ネプチューヌちゃんはすっごいくつろいでたから我が家に帰ってきたって感じ。まあね、これでゲームがあれば完璧だったんだけどな。完璧だったんだけどな。なくてすみません。今から用意してくれてもいいんだよ。私一年中だってここに入り浸れるし。クラウドの復旧に時間がかかりますので、ここではゲームの接続もままなりません。残念。クラウド壊れててよかったわね。フェア、ネプチューヌ居心地よかったらずっと居座ってたわよ。滞在されること自体は私は構いませんが。分かってないわ。フェア、普段ダラダラするだけのネプチューヌに苦労する人たちの姿見せ…サボる理由を考えることに関しては誰も叶いませんものね。そこまで言われると考えてしまいます。それでコアはちゃんと元の場所に？はい、元通りです。よかったね、本当に。皆さん、改めてありがとうございます。おかげさまで惑星エモは崩壊の危機を免れました。皆さんを救世主としてお呼びして本当に良かったです。そうだね、主人公オブ主人公の私を呼んで大正解だったと思うよ。はい、皆さんまさに主人公でした。ちょっといいか。その、私も改めて謝罪させてくれ。フェアはもちろん、ネプチューヌたちも本当にすまなかった。いいってば、そんなこと。そうよ、もう十分謝ってもらったわ。そうそう、仲直りしたんだからもういいっしょ。お前たちは本当に器が大きいな。ありがとう。それでカドはワンダルに戻るの？ああ、それなんだが、ここでフェアと共に暮らさせてもらうことになった。嘘、マジで？惑星のコアを育てるのにはより良い感動エネルギーが必要ですからね。今のワンダルではコアを育てられないということで、フェアが受け入れてくれたのだ。それに惑星オワンダルの住人もこのエモで受け入れてもらっているしな。だから迷惑をかけた分しっかりと働くつもりだ。というかそうしないと気が済まない。しっかりしてるのね、さすがは女神。じゃあエモは安泰だね。うまいこと収まってよかったではないか。ですが、まだ何か問題があるのか？今までエモにあったコンテンツと違うので、どうも噛み合わなくて問題が山積みなんです。文化の違いか。そういうのは時間がかかりそうね。だが心配するな、フェア。
文句を言うような奴らは違います。そういう人たちの声を受け入れてより良いコンテンツに育んでいくの、そうだったな、すまない、つい最近の癖で。いいんですよ、一歩ずつゆっくり行きましょう。でもフェアを誹謗中傷するような舐めたことするやつがいたら私が焼き入れて。だから対話するの。なかなかいいコンビではありませんの。フェアリンがツッコミなんだって今知ったわ。角がボケ側ってこともね。それじゃあ私たちもそろそろ帰ろっか。みなさーん、ノルちゃん、ティアちゃん、疲労度限界突破です。でも推しの皆さんに会えたからキュンキュンレーズ。相変わらず話し方は残念だね。すみません。でそれよりも、もう何も言わずに帰ろうとしてたなんてずるいじゃないですか。そうですよ、お世話になったお礼くらいちゃんと言わせてください。ごめんね、今外に出ると私たちに会いたい人たちが多すぎて危ないみたいでね。確かにネオチューブの広場なんて救世主の皆さんに一目会いたい連中が集まってます。そうね、もはや私たちはこの世界では大スター。珍しくユーがどやってる。ユーちゃんはこんなんだよ、実は調子に乗らせたら世界一なの。ミー、ちょっと後でクラウド裏に集合な。怖いよゆうちゃん、っていうかクラウドに裏があるかもしれないよ。うわ、この尊いやりとりを見ることがもうできないだなんて。うん、寂しいけどお別れだね。でもおかげで決心がつきました。ディアと僕でこの惑星にアイドルを誕生させます。うおぉ、今まではミーさんたちの世界からアイドルの映像を楽しむだけだったんですけど、ナルニーがでっかい構想をぶち上げたんです。その名も惑星の垣根を越えた天皇アイドル、ペア&カド。はい。おい、ちょっと待てよお前、私はそんなの聞いてないぞ。直前までずっと構想を練っていたんで、今初めて口にしたところですからね。これはすごいですよ、なぜ電脳女神自らがアイドルというコンテンツになるんですから。よし、わかった、命はいらんということだな。ちょっとカドストップわかってる、暴力は冗談だ。確実に地の雨が降っていたよね。カドって絶対元や。勝手な想像しないでくれないか。もう冗談でも住民を恫喝するからですよカド。すまないフェア、だが電脳女神がアイドルなどさすがにダメだろう。そのことですが、私はそのやってみてもいいかな。なん、本当ですか。正気カフェア、お前自分から前に出るタイプじゃないだろう。そうなのですが、でもそれが愛されるコンテンツになるというなら、私は
この身を捧げてもいいと思うのです。お前が新たな人気コンテンツになると思うのなら、私に断る権利はないの。フェア&カド結成で決まりですね。やったね、ナルニ。うん、最高だよ。よかったじゃん、ナル。はい。それでは皆さん、ここでお別れです。元の世界に戻っても応援してますからね。いつかこっちの映像も皆さんの世界に届けますからね。ヘイヘイ、ちょっと待ってくれよ。ジャスターモーメン。お、スコッチ。間に合わないとこだったぜ。俺にもお別れの挨拶くらいさせろよな。君たちをプロデュースできてマジで楽しかったぜ。特にマウリちゃん、キリちゃん、君らに会えたのは俺の人生で最高の体験だったぜ。イエー。スコッチ、プロデュースもまだこれからいっぱいしたかったよね。なのに帰ることになって。まだ取引は終わってないのにね。勝手に決めて本当にごめんね。何言ってやがる。プロデュースは完璧に仕上がったっての。なんせ世界を救って君たちは今やトップアイドルどころかスーパースターだぜ。こっち。だから次は君たちの世界での活躍に期待してるぜ。活躍はちゃんとこの世界に届くからよ。うん、絶対こっちまで轟かせてやっから。や、約束するっす。おう、期待しまくってるぜ。それじゃあな、グッドラック。それではそろそろ帰還の転送準備に入りますね。どっかで会えるって思いたいから、私もまたねにしておくわ。お別れなど言わぬぞ。よしよし、バイスちゃん。それでは皆さん、お元気で。みんなもまたね。さよならっす。皆さんのこの世界が平和であることを願っていますわ。今度こっちの小説とか送ってくれるかしら。それじゃ、次はゲーム業界に来なさい。歓迎するわよ。何か困ったことがあったら救世主オブ救世主の私を呼んでね。皆さん本当にありがとうございました。一生恩に着る。みんなどうか元気で。それでは転送を開始いたします。なんか振り返ってみるとあっという間だったね。目まぐるしすぎたものね。でも初めての体験ばかりで、終わってみれば楽しかったと思うぞ。そうね、まさか最後は宇宙を旅するとは思わなかったものね。あれはすごい体験だったよね。SNS にアップしたかったわ。自分はゲミニオンで遊びたかったな。それですわ。残念でなりませんわ。あんな面白そうな国を堪能しないままなんて。私はやっぱりノベリアに行きたかった。ブランよ、実はノベライザーナロの小説読みたかったのだな。ああ、誰があんなもん読みてえって言った。すまぬ。あ、この流れ久しぶりかも。ほんと、最初に比べたらみんなずいぶん仲良くなったわよね。でもこんなに仲良くなれたのに、そろそろお別れなんだよね。ネプテューヌちゃんたち本当に別の世界の人なんだよね。うん、私たちはゲーム業界だからね。ずっと一緒にいられたらよかったのにね。お別れは寂しいけど、でも
あなたたちに会えてよかったわ。あ、転送始まっちゃったみたい。あーしたち VTuber 勢はもちろん同じ世界に帰るんだよね。うん、またきっと会えるぞ。じゃあ帰ったらみんなで集まりましょう。 VTuber のみんな、私たち住む世界は違うけどさ、また絶対にどこかで会おうね。うん、絶対、約束。それじゃあみんな帰ろう。私としたことが、新作ゲームを前に寝てしまうなんて。あれ、ゲーム始まってなかったっけ？確か始まってたような。でもまだみたいね。そっか、私たち GGS に新作ゲームの試遊に来たんだったね。というか、みんな覚えてる？バーチャランドのこと？あれ、夢じゃないよね。私たちが寝ている間の出来事みたくなってるけど、本当にあったことだと思うわ。そうですわね。夢にしてはリアルすぎましたわ。それにみんな同じ夢ってのも変だしね。そうだよね、本当にあった出来事だよね。よかった、あそこで会ったみんなが夢なんかじゃなくて。そうね、みんな楽しい子たちだったものね。ミーは私と妙に波長が合ったな。私はユーが一番合ってた感じがするわ。常識人ってところが。ぼっち脱却できそうだったのに、お別れすることになっちゃったね。ぼっちじゃないってば。それにユウ以外ともちゃんと仲良かったわよ。二人とも喧嘩はそこまでにしてくださいな。そういえばマウリは一見不真面目に見えて、実はしっかり者だったわね。ヒリちゃんは突然性格が王子様みたいに変わって楽しい子でしたわね。リヒトはお姉さんって感じで、強がりのバイスを守ってる感じだったわね。化け物になっちゃったフェアに初めて会ったとき、バイスの強がりに助けられたよね。そうね、あそこで飛び出してくれたから私たちは無事でいられたのよね。フェアとカドは仲良くやってるかな？大丈夫、あの調子だとカドはフェアに頭が上がらないはず。そうですわね、きっといいコンビでこれからも歩んでいけると思いますわ。いつかまた会えたらいいな。会えるわよ。電脳世界の技術やコンテンツが進歩すればきっと。そうだね。あの、女神の皆様、準備はよろしいですか？あ、準備できてます。すみません。よし、今はゲームを楽しもっか。そういたしましょう。今からワクワクが止まりませんわ。遊びとはいえ、女神同士の戦い、負ける気はないわ。それは私のセリフよ。みんな、主人公の私に勝てると思わないでよね。よし、ゲーム起動。配信してるとこ？そうみたいね。これはミュートラルの新曲発表配信の直前。そうだっけ？私全然覚えてないや。ほら、立ち位置が違ったまま。そういえばあの時私いつもと立ち位置逆だったね。時間もほとんど進んでないわ。ねえゆうちゃん、あれって夢だったのかな？いいえ、
きっと夢なんかじゃないわ。だってこんなにも鮮明に覚えてる。そうだね。みんな元気かな。ネプちゃんたちどうしてるかな。ゲーム業界っていうくらいだからきっと戻って早々にゲーム三昧なんじゃない。なんか想像できる。ノワールさんやブランさん、ベールさんもみんな面白い人たちだったわね。うん、また会いたいな。バイスたち、マウリたちは私たちと同じ感覚になってそうよね。今頃私たちと似たような話を配信でしてたりしてね。3組の VTuber が同じ話をしてたら視聴者のみんなも信じてくれたりして。さすがに体験してない人には伝わらないわよ。でも言いたいな。バーチャランドって素敵な世界があるんだって。じゃあいつかそれを信じてもらうためにも私たちにはやらなきゃいけないことがあるわね。そうだね。コンテンツの創造が大変なものだって痛いほど体験したからね。だからこの経験を生かしてみんなから愛されるアイドルになろうね。ええ、バイスたちやマウリたちに負けてらんないわね。あ、そろそろ配信時間だね。よーし、いっちょかましてやるわよ、ミ。オッケー、ゆうちゃん。いつも心のど真ん中。かわいいだけじゃつまらない。君と一緒にニュートラル。さあ、遠い世界から帰ってきたばっかだけど配信頑張るよ。でもいきなりまた飛ばされちゃったりして。すぐに呼ばれるのは困るよ。どうゆうちゃん、大丈夫そう？今度は飛ばされないみたいね。よかった。ああ、ごめんね、みんな、なんでもないの。そう、なんでもないの。というわけで、寸劇はここまでにしまして、今日は…そう、今日は私たちの新曲をお届けしちゃいます。なんとミュージックビデオもバッチリ作ってあります。私たち、これからもトップ V アイドルを目指します。だからみんな、応援よろしくね。それでは私たちの新曲 MV、 ニュートラルでパラレルロード。Thank you.
プレイご苦労。我の活躍、しかとその目に焼き付けただろうな。大食いのことは忘れろ。VVVTune。